ザザザ。ジュゲムドーン、いるかー。むむ、なにやつ。どうもー、300日、毎日かわいい、うらいまこでーす。なんだー、うらみどんでごわしたかー。どうも、サメ村ジュゲムです。今日は何をするでござるか。何をするでござるかって、うらみさんがやりたいって言ったんでしょ。そう、開封動画。うらみが大好きな実況者さん、幕末志士さんのぬいぐるみ開封していくぞ。これ、応募者抽選？そう、ニコニコの会員さんになると毎月抽選でプレゼントがもらえるんです、はい、ああ、それで当たったのがこのぬいぐるみなんですね。そう、はあはあ、人気だったから手に入れれると思えれてなくって嬉しかった。いいですよね。これ毎月やってるんですか、抽選何かしら。そう、毎月ね、素敵なものを抽選、プレゼント抽選。過去にも結構いろいろ当たってきてるんですね。そう、1年でだいたい 2,3 回くらいは当たるかな。じゃあ悪くないですね。そう。で、これ応募者全員のやつとかもたまにあるんだ。1年に1回とか？1年に1回とかかな。カレンダーとかは応募者全員でもらえたよ。いいですね。もちろん会員限定の毎週の生放送も見れるし、プレゼントも抽選で応募したらもらえるっていう。良心的っすね。そう、とてもリスナー思いな実況者さんなんだよね。憧れるわけですね、うらみさんが。そう、うらみもそれで全プレイやりたいって。あ、だからこの前やってたんすね。そう、カード配ってます。まだまだありますよね。あと50枚あります。今日はこれを開封していきたいと。そう。なるほど、わかりました。いざ開封。どうも、サメ村ジュゲムです。実は本日ドッキリとなっております。この段ボールに怖い画像を仕込んでおります。今日はシンプルに驚いたリアクション、ただそれだけです。そういうのでいいんです。シンプルに行きましょう。それではいざドッキリ。何かな、何かな。3 2 1。わあ、サカちゃんじゃない、ミケだー、ミケだー、ミケのぬいぐるみだー。かわいい、かわいい、おっきい、かわいい。続いては 3 2 1。赤ちゃんだと思ったら可愛い顔ドッキリでした。ちょっと、誰、これ怖い、本当に怖い。ね、インターネットでなんかじっくり見ても怖い。怖い画像で検索してみて。本当に怖い。はい、赤ちゃんは飛んでいます。よかった、赤ちゃんだ、赤ちゃんだ、さかちゃん、ありがとう。大事にするね。怖い。何怖いんだけど。ちょっと、もう一回見ても、もう怖いよね。